萩ぎ1006、明治9年早川松山は、明治時代の浮世絵師、川辺教祭の門人、陽名は徳之助、晴れ氏、木貴誠とゴース、幼児、左目を失明している。明治9年頃から、特に活動を始め、明治10年に、鹿児島政党図や、九州植木口劇戦図などといった、西南戦争を描いた、西系10点ほどが知られている。他に、 内国官僚博覧会の図や横浜絵を手掛けている。明治10年、正月誉ことと改名した。教祭の画風を継承。西経のほか雑誌や単行本の挿絵を描く。また、ある時は、品濃国において、生成教祭と称して至るところで絵を描いたと言われる。川鍋教祭絵日記の中に数回登場しており、生成。 早川聖祭の楽観の肉筆作品が川辺共祭記念美術館に所蔵されている。また、川辺共祭大伝えには、共祭の次男、川辺行運の談話として、浅草観音堂に早川松山筆の学園がある、という記載がある。明治22年、法院泥水のあまり、過ちで水に溺れて、死せり。なお、浮世絵の基礎知識は、松山の活動記を、 明治26年頃までとしている。ありがとうございます。